アシュボロは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州中央部、ランドルフ郡の都市であり、同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査で、の人口は2万1672人だった。州が所有するノースカロライナ州動物園がある。アシュボロ市内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、アクメ・マクラリー靴下工場。 アシュボロ靴下工場とクランフォード家具、会社複合施設、セントラルスクール、ウィルソン・キンドリー農園と、キンドリー鉱山、ルイス・ソーンバーグ農園、マウント・シェパード陶器工場跡、ランドルフ群庁舎、サンセット劇場、セイヤー農園跡がある。アシュボロ市は、北緯35度42分55秒、整形79度48分47秒、 北緯35.71528度整形79.81306度、35.71528-79.81306に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.4平方マイルであり、このうち陸地15.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.58%である。 アシュボロはノースカロライナ州の地理的中心にあることで知られている。穏やかにうねる州中央部のピードモント大地にあるが、アパラチア山脈からは東に離れており、首都周辺地域は丘だらけである。侵食によって高い丘のみが残った古代の一連のオ根や残旧であるユーフ f リー山地の中にある。このために実際よりも山がちに見られることになる。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年から2007年の間に国内外遊率が10.5%から1.9%に減った。収入額が9.5%減り、貧困率は15.8%から26.7%に増加した。アシュボロシの2011年包括的財務報告書によれば、 軍内の使用雇用主は次の通りである。2012年10月、氷寸 USA が足ボロワイヤー工場の閉鎖を発表し、310人分の仕事が失われた。この工場は、グッドイヤーが建設し、2011年に氷寸が買収し、自動車やトラックのタイヤに使用するワイヤを作っていた。ランドルフモールは1982年にオープンした屋内型ショッピングモールである。 アシュボロはアメリカ国道220号線と週刊高速道路73号線、74号線の交差点にあり、週刊高速道路74号線は北のグリーンズボロとをつないでいる。アメリカ国道64号線で東のローリーとノースカロライナ州道49号線で南西のシャーロットとつながっている。アシュボロ地域空港は市の一般用途空港である。 定期便のある最寄りの空港はグリーンズボロ市にあるピードモントトライアド国際空港であるアシュボロ市教育学区が市内の公立学校を運営しているランドルフ郡教育学区も市内にその本部を置いているありがとうございます